笹本紗恵子君。皆さんこんにちは。こんにちは。日本共産党の笹本紗恵子でございます。ただいまから3点にわたって一般質問させていただきます。まず1項目目、八代市環境センター建設について、2001年施行された循環型社会形成推進基本法で第一にゴミを出さないようにしてゴミの発生を抑制する、第二に繰り返し使用するようにし資源の浪費ゴミの発生を減らす、第三にリサイクルによって資源を循環させる、最後に燃料として利用するという廃棄物への対応の優先順位を決めました。八代市環境基本計画では資源が循環するゴミゼロの街を基本目標に掲げ、大量生産、大量消費、大量廃棄のライフスタイルから脱却し、持続可能な循環型社会を目指すため、平成8年9月から家庭ごみの8分別による資源の日を設定し、3Rの取り組みを始めるとともに、平成11年から燃えるごみの有料指定袋を導入し、資源の日の品目を21分別収集に拡大するなど、市民、事業者、行政の協働によりゴミの減量化、リサイクルの推進に努めています。私は八代市のゴミ行政にあたっては、これらの基本的な立場を十分踏まえて検討されるべきだと思います。以下4点について質問いたします。1点目、処理システムの検討委員会の提言と本市の取り組みについて伺います。検討委員会は最終処分場の整備が不透明であることや、施設整備の基本的な方針、資源の有効利用により、できる限り最終処分しない施設に重点を置くとの市側の提案に基づき検討を行いました。その結果、処理方式の選定については焼却方式ストーカ式、ガス化溶融方式流動焼式シャフト式と結論が出されました。つまり検討委員会ではどちらの方式にするかの結論は出ませんでした。この提言を受けて本市はどのように取り組まれますか。2点目、施設整備の基本的な方針に対する配点について質問します。検討委員会でごみ焼却炉の機種の選定を行うにあたって、本市は資源の有効利用によりできる限り最終処分しない施設に50点に、長期の安定稼働と効率性に優れた施設に30点3、環境に配慮した安全安心な施設に20点を示しています。私がこの配点を見て感じたことは、初めから資源の有効利用によりできる限り最終処分しない施設に50点をつけ、偏った配点になっていることです。100点中50点もの偏った配点をした資源の有効利用によりできる限り最終処分をしない施設とは、どんな施設を念頭に置いているのですか。最終処分をしないことが利点とされているガス化溶融炉に50点の配点をしたと理解していいのですか。3点目、ガス化溶融方式の問題点についての認識を伺います。2007年12月25日付神戸新聞は、かさむ補修費、自治体圧迫、ガス化溶融炉問題多発、国のダイオキシン規制で設置が一時義務化された次世代焼却施設ガス化溶融炉の補修費が各地で増加し、
運営する自治体の約6割が想定を超えるとして今後の負担を懸念している。補修費を想定内としたのは17箇所 30%、 想定より多く今後の増加を懸念としたのが36箇所 63%、 わからないとしたのが4箇所 7% と、時事通信社の調査を紹介しています。ガスか溶油炉は何でもかんでも溶かす炉であり、1300度から1800度、中には2000度に達する炉もあり、スペースシャトルが大気圏内に突入するときの温度が1649度であることを考えると、今の技術では本当に扱いきれるのか、素朴な疑問を私は持っています。田中勝岡山大大学院環境学研究科教授は、大都市は新技術を厳しく評価したためあまりガスか溶油炉を選んでいないと言っています。メーカーの新規参入とダンピング競争で全国に普及したが、専門家はそもそも未熟な技術だったと指摘しています。未熟な技術だと指摘がある中、ガスか溶油炉をめぐっては事故が多発しています。最近起きた事例を紹介しますと、2011年10月14日付参院中央新報は、新ごみ処理施設4月から稼働、エココリン町へシャフト炉、ガスか溶油炉の3つの溶油炉のうち第2、3号炉が9月に相次いで故障、停止した問題で施工した新日鉄エンジニアリングは14日、炉の温度が想定以上に上昇し、炉を覆う厚さ10ミリの鉄板が破損、変形したと伝えたとあります。ガスか溶油炉はコストがかかる、技術は未完成で、事故も起きている、これらの意見や情報があることを本市は知っていますか。4点目、情報公開の重要性について伺います。ごみ処理施設の整備は何十年に一度あるかないか、市民の関心も高く、多くの財源を必要とします。こうした多額の費用を必要とするだけに、しかもガスか溶油式についてはさまざまな意見や見解が述べられています。八代市環境センターの建設にあたっては、徹底した情報公開を行って進めていくことが求められると考えますが、いかがでしょうか。再質問は発言席にて行います。なお、2項目、3項目については、再度登壇し、質問いたします。それから、皆様方のテーブルに、1枚の資料がお渡ししてあると思います。この質問の中で使いますので、どうぞ参考にしてください。福田環境部長、はい、こんにちは。こんにちは、ご質問の1点目、処理システム検討委員会の提言と本市の取り組みについてでございますが、本委員会は法規制値よりも厳しい排ガスの自主管理計画値を設定され、ゴミの計画処理量やゴミの質の設定を行い、本市にふさわしいゴミ処理の方式として2方式3機種を提言されました。この提言を受けての今後の取り組みについてでございますが、まず町内プロジェクト会議におきまして、プラントメーカーの決定までのプロセスを組み立て、特に工事契約を行うための事業手法について
検討いたします。その後の進め方については本議会中に田中茂議員や雪村佳代子議員にもお答えしましたようにメーカーから事業提案を行ってもらいそれを総合的に評価を行い決定してまいりたいと考えております。次に2点目の施設整備の基本的な方針に対します配点についてでございますが配点を検討するにあたり本委員会から本市の考えを聞かれ八代市は何に一番の重きを置いて配点をするのかとのご指摘とお尋ねがありました。本市としましては現在最終処分場を有しておりませんことから基本的な方針の中で資源の有効利用によりできる限り最終処分しない施設が最重点項目であるとの考えを述べました。このようなことから本委員会は施設整備に関します3つの基本的な方針の配点の振り分けについて検討されました結果資源の有効利用によりできる限り最終処分しない施設の項目に50点を配点されました。次に施設の長期の安定稼働と効率性に優れた施設に30点環境に配慮した安全安心な施設に20点を配点されました。資源の有効利用によりできる限り最終処分しない施設に関します項目にはその内訳として4つの小項目がありますが1つ目として燃えるごみの減量化効果に10点を配点いたしました。これにつきましては焼却方式も溶融方式も大差はなく処理後の減量効果があると判断されております。2つ目には焼却灰と溶融スラグの資源化の可能性に15点を配点しております。焼却方式から発生します焼却灰については従来から埋め立てによります処分が行われておりましたがここ数年前から焼却灰の成分がセメントの成分とほぼ同じであることからセメント製造工場にてセメントの材料の一部に活用されてきております。一方ガス化溶融方式から発生します溶融スラグにつきましては道路の路盤材などの材料としての需要が見込まれます。3つ目に非売等の資源化の可能性については10点を配点しております。焼却方式から発生いたします焼却非売につきましてはバグフィルターで集められ薬品固化後埋め立て処分されております。溶融方式から発生します溶融非売につきましては山本還元という方法で金属などを取り出せますことから資源化が可能でございます。4つ目の資源化に要するコストには15点を配点しており焼却灰は埋め立てにしましてもセメントの材料にしましても廃棄物として処理委託を行うために処分費が発生しますのに対しましてスラグは売却の可能性もあります。また環境に配した安全安心な施設の項目では地球温暖化対策に15点を配点し重油などの除燃剤を使用しないために地球環境に優しいことから焼却方式の方が有利と判断されております。その他にも配点しました小項目はございましたが焼却方式と溶融方式ではメリットデメリットが相反しておるように思われます。結果として第三者の有識者だけで構成されました本委員会から2方式3機種の提言をいただいたものでありガス化溶融炉を前提とした配点が行われたわけではございません。以上お答えといたします。笹本紗友子君、はい、今部長の答弁をいただきました。確かに現段階では処理システムの機種選定については白紙だということだと受け止めました。
2点目でございますが、今答弁にありましたように50点の内訳として4つの小項目の説明がありました。説明を聞いて私はますますガスか洋ユーロに有利な配点になっていることを実感いたしました。私はゼロウェイストを宣言している環境モデル都市水俣市にあるクリーンセンターに行ってきました。このセンターではガス化洋油炉が採用されていました。このクリーンセンターは水俣市芦北町つなぎ町による広域行政事務組合が管理運営するもので、人口5万1日50トンの一般廃棄物を処理する施設でした。このセンターの所長の説明によると、ガス化洋油炉ではバグフィルターに集められた非売に消石灰を加えた非売処理物が1日に約1トン発生し、毎日水俣市の最終処分場に運び込まれているということでした。もし最終処分場がなければ別の地域に非売処理物を持っていかなければならないとはっきりと言われました。仮に本市で1日150トンのガス化洋油炉を採用すれば、1日3トン以上の非売処理物が発生することになります。ガス化洋油炉の利点は最終処分場がいらないと言われ、50トンの配点をされましたけれども、そこで質問いたしますが、ガス化洋油でも最終処分の場所は必要だと思いますが、お答えください。はい、福田環境部長。はい、次からお答えいたします。田中茂議員にもお答えしましたように、処理システム検討委員会の総括意見にございますように、最終処分場の必要性は十分認識しております。以上、お答えといたします。笹本紗友子君。はい、最終処分処理物は必ず出ますし、最終処分する場所の確保は必要です。次に3点目、4点目のご答弁お願いいたします。福田環境部長。ご質問3点目のガス化洋油方式の問題点についての認識でございますが、ただいま申されました山陰地方の事故については承知をしております。全国の過去の一般廃棄物処理施設の事故事例を調べておりまして、機種によらずそのほとんどが炉に投入するまでの前処理の段階でのスプレー缶などの混入物に破裂するものなどの事例が多ございます。また処理システム検討委員会におきます自治体アンケートで、洋油について問い合わせてまいりました際には、その当時、調べました当時では事故で停止している炉はございませんでした。最後に4点目の情報公開の重要性でございますが、環境センター建設に関するすべての会議等において原則公開としております。今後もその方針に変わりはございません。以上、お答えといたします。笹本紗友子君。はい、今部長の答弁をいただきましたけれども、私が調べましたところ、2002年から3年にかけて9カ所事故が発生しています。
ガスか用油路については今のように大変大きな事故が起きているということが報道されています。これは新聞報道にもなっております。またインターネット上でも報道されております。そこで2つほど紹介したいと思いますが、事故をもとに2つの訴訟も裁判も起きているということを紹介したいと思います。ここに浜松市と三井造船調停へ西部清掃工場の不具合でキルン式ガス溶融炉というのがあります。これはガス化溶融炉を建設稼働させている自治体では事故が起きたり燃料代がかかりすぎて業者との間でトラブルが起きているという事例です。2011年11月2日16時21分38秒溶融炉スラグ浜松市西部清掃工場の焼却灰などを溶融スラグ化する工程で不具合が生じたとして、浜松市は施設の設計や建設運営を担当する三井造船に機械の改修費など最大で数億円の支払いを求める調停を国土交通省中央建設工事紛争審査会に申し立てています。二つ目の事例です。これは長崎県諫早市の中央県南広域環境組合は2008年運営するゴミ処理施設ガス化溶融炉の燃料代が過大だったとして税費環境素粒処分図などを訴えています。環境問題フリーライターの津川圭ガス化圭さんはガス化溶融炉大変これは未熟な技術であると言われています。私は今回八代市が機種の選定にあたってしっかりと総合的に判断をしていく、検証も行っていくと言われていることはいいことだと思っています。しかしこの全国で起きている事故を調査し検証しなければ本当に納得のいく選定ができるでしょうか。私はこの議会におきまして本市が全国的な調査を行い、そして議会に改めて報告いただくように提案をしておきたいと思います。皆さん水俣で担当者ははっきりと以前のストーカー方式に比べてガス溶融炉の方が2倍を超えるランニングコストがかかると明言されました。そこで再質問2でございますが、ガス化溶融炉の方が焼却方式よりも金がかかることをお認めになりますか。お伺いします。福田環境部長。はい、次からお答えいたします。一般論としてでございますが、助燃剤をほとんど使いません、焼却方式がプラントのランニングコストにおいては有利と考えられます。以上お答えといたします。はい、笹本紗友子君。はい、わかりました。せっかくですから水俣の内容を報告します。水俣市は住民一人当たり焼却費用は1万8000円です。これは県下の自治体の中で一番高いと言われています。
ランニングコースのことを言いましたけれども、水俣市はストーカーの時は1日16時間の運行でした。職員は10人、そして現在のガス用油量になりましてから24時間フル回転、職員も19人ということになっています。明らかにランニングコストは高いということだと思います。私は今回の一般質問の中でガスか用油に関わってさまざまな意見や情報があることをご紹介いたしました。これは明らかにガスか用油に偏った配点がなされていたと感じたからです。もちろん焼却方式についてもさまざまな意見や問題点があると思います。処理システムの選定にあたってはいろんな情報を包み隠さず市民に明らかにして議論をオープンにして進めることが必要だと考えます。いずれにせよ新しい環境センターの供与開始まであと6年かかることは明らかです。今この議会でもたくさんの方が言われてきましたように、建設して35年経過している、大変老朽化してここ最近は補修も行われています。今現場で働いている皆さんは日夜神経をしっかりと尖らして緊張しながら、いかにしたらこの施設を永続させることができるか、新しいのができるまで持たせることができるかと一生懸命に取り組んでおられます。私が最初に述べたように、資源が循環するゴミゼロの町を目指し、住民事業者行政の共同でゴミの減量化リサイクルを進めることが一番今重要だと考えます。このことを環境モデル都市水俣に行って強く感じました。水俣の担当者はリサイクル、生ごみ堆肥化などによりあと16年と言われていた最終処分場が50年から60年の延命に成功したと言われました。分けても直接携わっている現場の職員の意見をよく聞き、ごみ減量やリサイクル等で行政に協力している住民団体の信頼を得ることが今一番必要じゃないかと私は考えております。市長はどのようにお考えでしょうか。お尋ねいたします。市長福島和俊君。まず最初にこの環境センターを建設するにあたりまして、今年の3月に処理システム検討委員会を立ち上げました。九州大学の大学院の島岡教授を委員長に、高度な専門家の皆さん方6名の先生方に大変いろいろな議論審議をいただいたようでございますが、その提言を先日いただいております。今後私たちは庁舎内にプロジェクトチームを作って、そのご提言いただきましたものに対して検証をしていかなければなりません。今回この質問におきましても3名の方にこの質問をしていただきましたが、その中身についてもいろいろ認識の違いもあるようでございます。そこで私は一度全議員の皆さん方にこの提言いただきましたものの中身について、そしてその過程についても一回皆さんで勉強していただければと思います。そうしなければ個人的な意見が先行して
参るようです。それに対して一つ専門家でもない、環境部の職員がいかにも知ってるようなことで答えてる姿を見ると、それはちょっと無理があるんじゃないかなと思います。よって今ご提案しましいたしますこの全職員による勉強会、それをぜひ開催していただきまして、お互いにその認識を高めた後に議論を深めていきたいと思っております。以上です。笹本紗友子君。はい、市長の議員さんたちにもぜひ勉強していただきたい。私は同感です。やはり市民の代表として取り組んでいくことは大事だと思っています。私が今一番大切じゃないかなと思いましたのは、皆さんもご承知のように35年間経過した同居したこの施設、ここで本当に現場で取り組んでいる皆さんが希望を持って、そして何と言いますか、誇りを持って働けるようにメッセージを送っていただきたいと。このことは非常に大事じゃないかと。私は長い間労災病院の看護師をしてまいりましたので、現場労働者の苦労というものがよく分かっております。そのことを申し添えてこの項目を終わりたいと思います。笹本紗友子君。皆さん、大項目2項目目、子どもの医療費問題について。子育ての大きな不安の一つに子どもの病気があります。病気の早期発見、早期治療を支える環境はとりわけ大切です。子どもの医療費の心配をなくすことは大きな子育て支援になり、少子化対策の一つにもなります。乳幼児医療費無料化制度はすでに全都道府県、全市町村で実施されています。親たちの大きな励ましとなっていますが、市町村の独自制度として行われているために制度内容に大きな格差があります。分けても小さな自治体は一生懸命取り組んでおられます。すでに和水町は前回紹介いたしましたけれども、この10月からは高校卒業まで無料化とされています。また熊本市もこの10月から小学校3年生まで無料化に踏み切りました。そこで本市としてもぜひ取り組んでいただきたい。年齢の引き上げをお願いしたいと思うわけです。2点目、窓口無料化、すなわち現物支給実現について伺います。県内市町村では償還払いと現物支給を行っている自治体が33自治体、本市と同じく償還払いの自治体が12あります。現物支給は子どもの異変に気づいたとき、財布の中にお金が入ってない、それを気にせずにまずは病院に駆けつける、早期発見早期治療につながります。重症化しないために治療費が少なくて済み、また本市の保険財政にも大きな負担をかけないと私は考えます。なるよりも将来の八代を担う子どもたちが健康で健やかに成長することが求められます。
そのお役に立つわけです。そこで本市でもぜひ窓口無料化、すなわち現物支給に踏み切っていただきたいという提案でございます。よろしくお願いいたします。続きまして3項目目、介護保険制度についてです。私は先の6月定例議会で6月15日国会で成立した第5期2012年から2014年介護保険法の本市への影響について質問しました。その時私が言いました改正の主なものは、要支援と認定した高齢者へのサービスを市町村の判断で介護予防日常生活支援総合事業に導入できること、2つ目、24時間対応の循環型訪問看護介護サービスを創設する、3番目、2種類以上の在宅サービスを組み合わせる複合型サービスを創設する、4番目、介護職員による医療講義、例えば単の教員などを解禁をする、5番目、介護療養所の病床の廃止期限を2017年度末に延長、このようになっておりました。その時の部長答弁は、本市としては当時の7月14日に県の説明を受け、情報の収集に努め、関係機関などとも連携しながら適切な対応を行い、今後とも介護サービスの向上並びにサービスの基盤強化に努めてまいりたい、このような答弁でした。そこでお尋ねします。1点目、第5期介護保険事業計画での本市の取り組みはどのようになっていますか。次に、本市の介護保険料圧縮資格はどのようになっていますか。1号、介護保険料65歳以上については介護保険法改正で基金の取り崩しが可能となったことを受けて、県は9月定例議会で県介護保険財政安定化基金約57億円の一部を取り崩し、市町村に対し保険料の上昇幅を圧縮するよう交付するとしました。本市も全国平均より4390円と高くなっています。そこでその県からの圧縮策基金を使って、本市はどのような策を考えていらっしゃいますでしょうか。お尋ねいたします。以上、壇上での質問を終わり、再質問は発言席にて行います。上田健康福祉部長。こんにちは。笹本議員ご質問の子どもの医療費問題についてお答えいたします。本市における乳幼児医療費助成事業は、乳幼児の疾病の早期治療を促進し、健康の維持増進を図るとともに、少子化対策の一環として捉え、現在0歳から6歳までの就学前の児童を対象に、医療費の個人負担分を一旦医療機関の窓口でお支払いいただき、後で返還する、いわゆる償還払いの方法で実施しております。そこでお尋ねの1点目、県内の他市の状況を申し上げます。まず医療費助成の対象年齢ですが、中学3年生までが2市、小学6年生までが4市、小学3年生までが4市、また本市と同様に就学前児童を対象としている市が3市となっております。
次に助成方法につきましては、通院分は窓口無料、入院分は償還払いと併用して実施しているところが10市ございます。本市と同様に償還払いのみで行っているところが3市となっております。また自己負担分の完全無料化ではなく、1医療機関につき月額500円を支払うなどの一部自己負担金を設けている市が5市ございます。議員ご案内のように玉名郡の和美町では、今年から対象年齢をこれまでの中学3年生から高校3年生までに延長されておられます。また通院の窓口無料化はもちろんのこと、入院についても世帯の課税状況による自己負担限度額までを無料とする一部窓口無料化を実施されており、県内でも先進的に取り組んでおられる自治体でございます。本市と和美町を比べますと、助成する対象者数や事業の財源において大きな違いがありますものの、医療費の助成金の支払い方法などを参考にさせていただいたところでございます。最後にお尋ねの3点目、今後の本市の取り組みでございますが、昨日の飛び石議員の質問に市長が答弁しましたように、対象年齢の引き上げは非常に厳しい状況でございますので、まずは就学前児童を対象に通院分の窓口無料化の実施に取り組むこととしております。その実施にあたりましては、今後八代市郡医師会などとの調整が必要となりますので、早急に作業を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。笹本紗友子君。はい、ご答弁いただきました。今部長から償還払いを一応現物に支給にする、その計画を進めてまいるという答弁がありました。これは本当に嬉しいことだと思います。先ほども言いましたように、子どもの医療費無料化はこの窓口無料化と一体となって初めて早期発見、早期治療ができるわけです。子どもの体が虫歯まれなくて済むというわけです。今回窓口無料化を目指されるということは本当に嬉しいことだと思います。大歓迎です。そこでこの年齢引き上げのことですけれども、市長はもうすでにご承知のようにマニフェストにも小学3年生までと書かれておりました。しかし 今なお実現できません。いろいろ財源を考えると厳しいという判断からでございましょう。担当課の方にお聞きしますと、市長はいつも何とかならんかいと、何とかならんかいと言われる。しかし市全体のことを考えると、なかなか年齢の引き上げに踏み切れませんということでございました。和美町の例を申し上げますと、小学校3年生までの医療費の無料化の時には891人でした。対象人数は実際にかかった人、中学3年生まで、失礼いたしました、人数ですね、891人、そして受診した人が6830人。またお金に、保険料に換算しますと1928万7179円。それから中学3年生まで対象者人数は1365人、件数は13009件、そして額は3171万1560円。すなわち人数は約倍に近くなったけれども、費用は
そんなに売価はしていないということです。そういうことを受けて名古屋町は先ほど報告しましたように、高校卒業までにしますと対象人数は1,553人、このようになるわけです。私はやはり財源というのはその自治体の思いが現れると思います。確かに清掃センター等もあります。大きな多額の金を必要とします。しかし何とか市民が幸福だと幸せだと思うということは福祉の充実だと考えております。子どもの医療費無料化は明らかに県内で就学前までと一番遅れた自治体に所属しています。ぜひこれを引き上げていただきたいと思うわけです。市長もその思いは十分あると思います。改めて市長の思いを伺います。市長福島和俊君。昨日の飛び地議員への答弁で私の決意はお伝えできたのかと思いますが、先ほどまた部長から通院分の窓口無料化、準備が整い次第実施するということで報告をいたしました。私のマネーストに小学校3年までは無料化、この基本になるのはですね、合併前の坂本村が中学3年まで無料だったと、そこが八代市に、合併したばっかりに、6歳までということで、大変、違和感を感じていらっしゃるんじゃないかなと、そういうことを考えてみた場合は、6年生までせめて実施したいなと思うんですが、やはりちょっと急は無理だろうということで、3年生という、中途半端なところで切ったんですが、それは計算してみると、約1億円かかるということですね。6年生までは、すると200円かかるということになります。それをどこからどう持ってくるかということをはずっとやっぱり今真剣に考えないかんだろうと思っているところであります。いつやるのかということに なりますのも、ちょっとここでは即答できませんが、どうすればできるかということで、最初あたりですね、私が挙げているマネストの小学3年生まではなんとか早うちにできないかなということを、その実施に向かって検討していきたいと思います。はい、笹本紗友子君。はい、この問題は国が実施していないんですね。国が実施をしたらもっと自治体は前に進めると思うわけです。しかも私は本当に残念に思うのは、熊本県が全国でワースト2なんですね。お母さん方が一生懸命署名を取って、5万を超す署名を届けて、何とかしてくださいと知事に嘆願したけれども、まだ実現していないということです。なんと残念なことでしょうか。私は県に絶対に遅れを取らないように、市長なんとか早く決断をしていただきたい、よろしくお願いしておきます。次お願いいたします。上田健康福祉部長。議員お尋ねの第5期介護保険事業計画での本市の取り組みについてお答えいたします。まず平成24年度から26年度を計画期間とする第5期介護保険事業計画の策定にあたりましては、国が示す基本方針等を踏まえ、老人福祉法および介護保険法に基づき、各市町村がその計画期間における老人福祉施策、介護保険施策の方向性を示し、これに伴う事業費や必要な介護保険料などの財源を明らかにした3年を期間とする計画策
定が義務付けられているものであります。国においては本年7月第5期計画の策定指針と法改正に伴う平成24年度からの制度改正の概要を示しております。その中では高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう介護、予防、医療、生活支援、住まいの5つのサービスを一体化して提供する地域包括ケアシステムの考え方が示され、当該計画においてはこのシステムを平成26年度末までに構築できるよう求められているところであります。次に計画における本市の取り組みでございますが、第4期まで本市で取り組んできましたさまざまな事業に加え、在宅介護サービスや介護予防事業のさらなる充実を図るため、市長の諮問機関である八代市介護保険事業計画等策定評価審議会に対し、国が新たに創設する次の事業を提案いたしております。まず定期巡回随時対応型訪問介護看護サービスでございますが、これは重度者をはじめとして要介護高齢者の在宅支援を支えるため、日中夜間を通じて訪問介護や訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と利用者からの通報により電話や訪問などの随時対応を行うサービスでございます。次に複合型サービスでございますが、これは通いを中心とした小規模多機能居宅介護と訪問看護を組み合わせて提供することにより、医療ニーズの高い要介護者への支援を充実することが可能となるものであります。これらの事業の導入により、これまで以上に在宅介護者などへの支援の充実を図りたいと考えております。また、これまで要介護認定において、要支援と被害等を行き来するような高齢者については、予防給付サービスと介護予防事業がそれぞれ別々に提供されておりましたことから、切れ目のない総合的なサービスを実施できるよう、介護予防日常生活支援総合事業が創設されたところでございます。この事業は、市町村や地域包括支援センターの判断、さらには利用者の意向に応じて、多様なマンパワーや社会資源の活用などを図りながら、介護予防や配食サービス、見守り確認等の生活支援サービスを総合的に提供することができるものであります。この事業への取り組みにより介護予防と生活支援サービスの推進がより一層図られるものと考えております。一方第5期における基盤整備につきましては、特別養護老人ホームの入所待機者の解消や認知症高齢者の増加に対応するため、地域密着型サービスの整備などを審議会へ提案しているところでございます。なお今後の予定でございますが、1月にパブリックコメントを実施し、広く市民の皆様から意見聴取を行い、2月上旬に最終の審議会を開催し、事業計画の取りまとめを予定しております。その後審議会から市長へ答申をいただき、計画を策定することとしております。お尋ねの2点目、介護保険料の圧縮についてお答えいたします。近年高齢化の進展や介護認定者の増加などから介護給付費が大幅に上昇しており、第5期においても引き続き上昇するものと推測されています。厚生労働省の試算では、第5期の全国平均の保険料基準月額は第4期より約1000円上昇すると見込まれております。これに対し議員ご案内のとおり、国は保険料の軽減策として財政安定化基金の一部を取り崩し、保険料の軽減に活用することとしておりますが、熊本県の試算では、この保険料上昇の抑制額は、県内平均で1人当たり月額100円にも満たない程度と見込まれております。これらのことから、本市の介護保険料につきましては、現時点の試算では、第4期の基準月額4390円から全国平均同様、1000円程度上昇すると見込んでおります。現在本市では65歳以上の第1号被保険者の
保険料につきましては本人及びその世帯の所得課税状況に応じて7段階で設定し、運用の範囲内において低所得者に対して軽減策を実施しております。具体的には第2段階の方々の保険料は一番軽減率が大きい第1段階と同じく基準額となる第5段階の半額とし、また第4段階の保険料は第5段階より1割軽減した額としております。このような低所得者への軽減策は第5期においても引き続き実施したいと考えております。なお今後も介護保険の給付と負担のあり方につきましては被保険者の皆様からご理解いただけるようさまざまな広報媒体等を活用して周知徹底に努め、介護保険財政の健全な運営を図ってまいりたいと考えております。以上お答えいたします。笹本紗友子君。はい、ありがとうございました。簡潔に、再質問を3つほどさせていただきます。一つは相互事業を行う際に国会では本人の意向を尊重するという付帯点がつきました。これを本市では必ず実行していただけますでしょうか。それから2点目は介護職員が医療専門職の技術、例えば単独吸引などを行うようになりました。これについては本市としても介護職員の研修など行われる計画があるでしょうか。それから介護職員の報酬の件です。介護職員の報酬は現在国の交付金で月に1万5000円が使われております。しかしこれはどのようになるでしょうか。以上3点判決にお願いいたします。上田健康福祉部長、簡潔に答弁願います。はい、自責より指定いたします。まず1点目の介護予防日常生活支援総合事業につきましては、利用者のサービス低下にならないよう介護支援計画に基づき状態像の応じた予防サービスや生活支援サービスを柔軟に組み合わせて提供し自立支援につなげてまいりたいと考えております。次に2点目の介護職員等による単の吸引等につきましては、国は当該行為を完全に実施できるよう全都道府県において介護職員等に対する研修を実施する旨を通知しております。これを受け熊本県においては単の吸引等研修事業実施要項を定めており、具体的には介護職員等を対象とする医師等を対象介護職員等を対象とする研修と医師などを対象とする指導者養成研修を実施し、特別養護老人ホームなどの施設及び居宅において必要なケアをより安全に提供するため適切に単の吸引等を行うことができる介護職員を養成することとしております。3点目でございますが、介護職員の処遇改善の継続についてでありますが、議員ご承知のとおり職員の処遇改善を図るため介護従事者処遇改善交付金として1人当たり月額平均1万5000円の賃金引き上げを目的とした制度が創設されています。新聞等によりますとこの交付金は来年3月末で期限切れとなるため当該制度を廃止し代わりに介護報酬で対応するという見直し案が国の社会福祉補償金審議会に提案されたと報道されております。その詳細につきましては今後明らかになると思われますので引き続きその動向を注視してまいりたいと考えております。以上でございます。笹本紗友子君、1分30秒です。部長には大変ご迷惑をおかけいたしました。今あとわずかになりましたけれども、本市とこの問題で、担当課と打ち合わせをしましたところ、本市としてもですね、基金の交付を受けて、できるだけ低所得者に引き上げがいかないようにということで研究検討されているようでございます。水俣市の紹介をいたしますと、水俣市は現在7段階を11段階にして4つ高所得者の分をですね、作っていくという方向をされているようでございます。本市もそれに劣らず短縮に向けて低所得者の負担軽減に向けて頑張っていくということでございましたので期待をしております。どうぞよろしくお願いいたします。これで私の
今回の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。